初代イープル伯爵、ジョン・デントン・ピンクストン・フレンチは、イギリスの軍人。第一次世界大戦初期において、イギリス海外派遣軍の司令官を務め、後に元帥に昇進した。ケント州のリップルに生まれた。父は、イギリス海軍の提督であり、自身も1866年に海軍に入隊したが、1874年に陸軍へと移籍している。 1884年から1885年までは、スーダンにおいて、第19軽気兵士団で士官として勤務し、中佐に昇進した。1899年から1902年までは、第二次防和戦争において、中将として騎兵士団の司令官を務めた。1902年から1907年までは、オールダーショット士官学校の校長を務め、1907年に、 大将へと昇進した。1911年にはイギリス陸軍の参謀総長に任命され、1913年に元帥に昇進した。1916年1月にイーペル及びロスコモン県におけるハイレークのフレンチ支釈に除された。1916年にはイースター放棄の鎮圧を監督し、アイルランド総督を1918年から、 退役する1921年まで務めた。1922年5月にはイーペル伯爵に除された。ありがとうございます。